加藤余呂から1967年8月13日は、日本の科学者、工学者。旧自体は、加藤とも理学博士。東京工業大学名誉教授。文化功労者。軽井沢町名誉町民、刈谷市名誉市民。フェライトの父や、日本のエジソンなどと呼ばれる。 1872年8月5日、愛知県碧海軍野田村の農家に生まれた。父親は加藤宗吉。母親はこう。8歳の時に母親がチフスで死去している。伊佐見村立野田高等小学校を卒業し、1890年に野田小学校の代用教員となると、中学校の教師を志して、英語と数学を独学で勉強した。 1891年に同志社、ハリスリカ学校普通部に入学すると、1892年には、同志社、ハリスリカ学校大学部、第二種科学科に進み、1895年6月28日に、同志社、ハリスリカ学校を卒業した。アメリカ留学中に指示した、ノイスマズは、熊本県熊本市の英学校に教師として赴任し、 1896年3月には、宮城県仙台市の東北学院に教師として、赴任した。しかし加藤は、国立学校の教師を志し、1899年10月には、東北学院を退職し、11月には、京都帝国大学の長高生となった。1900年9月には、京都帝国大学理学部科学科に、選科生として入学し、 同月には、福島県出身の菊池虎と結婚している。1903年7月10日、31歳の時に、京都帝国大学理工科大学純正科学科を卒業。理学士の学位を受け、同年9月にアメリカ合衆国に留学した。京都帝国大学で知り合った、マサチューセッツ工科大学のアーサー・エーモス・ノイス教授の研究室で、ノイスの助手として、 電気科学を研究した。同僚として、ウィリアム D ・クーリッジ博士に会い、クーリッジは、加藤の修正の友人となった。ノイスは後に、カリフォルニア工科大学の創設者の一人となっている。クーリッジは、X 線を発生させる、クーリッジ間やタングステン電球の発明者であり、後にゼネラルエレクトリックの研究所長を務めている。 東京工業大学1905年には日本に帰国し、1906年10月11日には東京高等工業学校の教授に就任した。1911年にはコロイド科学の研究によって理学博士の学位を受けている。1912年には鈴木達治が課長を務める応用科学科から電気科学科が独立し、加藤は 電気科学課長に就任した。1917年には中村科学研究所を創立した。同年には東北電化株式会社がフェロアロイの生産を拡大させており、東北電化は1922年に解散したものの、製造技術は佐野隆一によって鉄橋社に引き継がれた。1929年に東京高等工業学校が 大学に昇格して、東京工業大学となると、電気科学科の主任教授に就任した。東京工業大学在職中には、約300件の特許を取得しており、特に、フェライト磁石、フェライト製コア、アルミナが、加藤の三大発明とされる。57歳だった1929年には、竹井武氏と共に、フェライトの研究を開始し、 1930年に発表したフェライトの論文は全世界に大きな影響を与えた。フェライトはコンパクトカセットなどの時世記録や高周波回路の基礎となっている。1933年には電気科学協会の初代会長に就任し、1934年には東京工業大学建築材料研究所の初代所長に就任した。 1935年12月には、斉藤健造によって、フェライトの工業化を目的とする、東京電気化学工業株式会社が設立された。1939年には、アルミの製法で得た、特許料を、東京工業大学に寄付し、同年には、加藤の寄付によって設立された、資源科学研究所の初代所長に就任した。 1942年には定年で東京工業大学を退職して名誉教授となったが資源科学研究所の所長を続けて研究の指導に当たった。1942年には財団法人加藤科学振興会が設立されている。1945年の太平洋戦争終戦時には長野県北作郡軽井沢町で 自給生活を行っていた。1951年には、資源科学研究所も退き、軽井沢町で、加藤科学振興会の仕事に専念した。1952年には、乱受報賞を受賞し、1957年には、文化功労者に選ばれた。1957年からは、軽井沢町において、同志社理事長の畑幸次郎の発案による、 夏季研修の指導を行い、1960年には、軽井沢町に創造科学教育研究所を設立した。1963年には、電気科学協会の名誉会員となった。1964年には、日本大学の顧問教授に就任した。1966年には、刈谷市野田町の成果後に検証費が混流された。 95歳だった1967年8月13日、静岡県熱海芝居園町の自宅で死去した。死因は、脳軟化症。葬儀は15日に、自宅で、告別式は9月5日に、青山学院礼拝堂で行われ、皇帝の戸山田が、葬儀委員長を務め、門弟代表として、佐野隆一が謝辞を述べた。菩提寺は、刈谷市の田町にある、 小福寺。聖カートには、刈谷市によって、小公園、加藤よごろう聖カートが整備され、毎年秋には、加藤の検証祭が行われている。加藤は、生前に、自身の母校の児童生徒らに、奨学金を送っていたが、没後には加藤科学振興会が、刈谷市内の7小中学校で、加藤よごろう賞の表彰を行っている。東京高等工業学校や、 東京工業大学での指導学生に、富山保津、佐野隆一、星野康史、竹井武史、波美一郎、柴田翔太郎など、ありがとうございます。